ミルキングあと1分です。ただいまからグラウンド整備を行います。試合開始までしばらくお待ちください。試合に先立ちまして、ロロチームのスターティングメンバー並びに選手、監督、マネージャーをお知らせします。先攻は愛知県東海学園高校、1番センター大谷聖羅さん、ユニフォームナンバー16。2番セカンド島村あゆみさん、ユニフォームナンバー10。3番サード亀田しおりさん、ユニフォームナンバー52。4番ショート上田奈々子さん、ユニフォームナンバー13。5番 DP 小早川佳穂さん、ユニフォームナンバー17。6番ライト清水真奈さん、ユニフォームナンバー8。7番ファースト川澄優香さん、ユニフォームナンバー25。8番キャッチャー松並いろはさん、ユニフォームナンバー55。9番レフト杉山夏樹さん、ユニフォームナンバー12。 FP ピッチャー黒野陽子さん、ユニフォームナンバー18。控えには後藤美優さん、ユニフォームナンバー1。船坂郁恵さん、ユニフォームナンバー3。船橋直さん、ユニフォームナンバー9。成田環奈さん、ユニフォームナンバー19。山本理央さん、ユニフォームナンバー27。北井美月さん、ユニフォームナンバー37。星香きららさん、ユニフォームナンバー39。監督望月隆夫先生、マネージャー前田佳純さん、以上の皆さんです。高校は滋賀県延暦寺学園比叡山高校。1番センター岡田ひとみさん、ユニフォームナンバー12。2番ライト原田萌奈さん、ユニフォームナンバー7。3番ファースト田中千恵さん、ユニフォームナンバー29。4番ショート有本美沙さん、ユニフォームナンバー4。5番 DP 堀江みのりさん、ユニフォームナンバー28。6番セカンド堀井優さん、ユニフォームナンバー20。7番サード澤ゆずきさん、ユニフォームナンバー2。8番キャッチャー鈴木葵さん、ユニフォームナンバー10。9番レフト辰巳玲奈さん、ユニフォームナンバー5。 FP ピッ
ッチャー山崎泉さん、ユニフォームナンバー19、控えには瀬戸よしほさん、ユニフォームナンバー1、石田さやかさん、ユニフォームナンバー3、青柳美咲さん、ユニフォームナンバー9、梶井琴さん、ユニフォームナンバー16、中川幸音さん、ユニフォームナンバー18、大谷ひなさん、ユニフォームナンバー21、田村美優さん、ユニフォームナンバー27、監督奥村淳二先生、マネージャー藤田瑞穂さん、以上の皆さんです。この試合を担当します審判員は球審草加さん、一塁野村さん、二塁大木さん、三塁笹田さん、副審花森さん、以上五市審判員によって行います。公式記録員は西本さん、放送は白木が担当します。両チームの監督さんは打順表の確認を行いますので、バックネット前までおいでください。お待たせしました。ただいまより愛知県東海学園高校対滋賀県延暦寺学園比叡山高校の試合を行います。1回の表守ります。滋賀県比叡山高等学校の守備をお知らせします。ピッチャー山崎さん、キャッチャー武器さん、ファースト田中さん、セカンド堀井さん、サード沢さん、ショート有本さん、レフト立ち目さん、センター岡田さん、ライト
原田さん。東海学園高校の攻撃は1番センター大谷翔太さん、ユニフォームナンバー16、
と上田菜々子さん、ユニフォームナンバー13。Thank you.
7番ファースト川島優香さん、ユニフォームナンバー25。お知らせします。ピッチャー黒野さん、キャッチャー松波さん、ファースト川澄さん、セカンド下村さん、サード亀田さん、ショート上田さん、レフト杉山さん、センター大谷さん、ライト清水さん、ユニフォームナンバー12。
ト、原田萌奈さん、ユニフォームナンバー7。29。ありません。愛知県東海学園高校の攻撃は8番キャッチャー松並井葉さん、ユニフォームナンバー55。Yeah!
10番レフト杉山の人、ユニフォームナンバー12。Yeah!
4番ショート上田さん、4番ショート有本美沙さん、ユニフォームナンバー4、
2回の裏、滋賀県比叡山高等学校の得点はありません。
3回の表、愛知県東海学園高校の得点はありません。3回の裏、滋賀県比叡山高等学校の攻撃は7番サード澤瑞樹さん、ユニフォームナンバー22。8番キャッチャー鈴木葵さん、ユニフォームナンバー10。レフト勝目玲奈さん、ユニフォームナンバー5。3回の裏、滋賀県比叡山高等学校の得点はありません。4回の表、愛知県東海学園高校の攻撃は9番レフト杉山さん、Yeah!
ご注意ください。
4番ショート上田さん、愛知県東海学園高校の得点は1点です。レフト交代します。レフト背番号が12です。12アウト、一生アウトですね。9番インでお願いします。はい、はい、はい、愛知県東海学園高校の守備の変更をお知らせします。レフト藤山さんに代わりまして船橋直さん、ユニフォームナンバー9が入ります。4回の裏、滋賀県比叡山高等学校の攻撃は1番センター岡田さん、
5回の表、愛知県東海学院高校の攻撃は5番 DP 小早川さん。滋賀県比叡山高等学校の選手の変更をお知らせします。ピッチャー山崎さんに代わりまして瀬戸義穂さん、
ユニフォームナンバー1が入ります。愛知県東海学園高校の選手の変更をお知らせします。8番松並さんに代わりまして代打成田環奈さん、ユニフォームナンバー19。愛知県東海学園高校の選手の変更をお知らせします。ライト清水さんに代わりまして日向坂郁恵さん、ユニフォームナンバー3番。代打成田さんに代わりましてキャッチャー松並さんが再出場します。どうしたらいいんですか。この機械とかも入れてもらっていいんですかね。五階の裏、滋賀県中山高等学校の攻撃は4番ショート有本さん。
7番サード澤さん。入山高等学校の得点はありません。滋賀県比叡山高等学校の選手の交代をお知らせします。ピッチャー山崎さんに代わりまして、大谷花さん、ヤングアナウンバー21、愛知県東海学園高校の攻撃は9番レフト船橋さん。1番センター大谷さん、
9番セカンド篠村さん。17番アウト、27番アウト。
学園高校の選手の交代をお知らせします。5番 DP 小早川さんに代わりまして、寺本理央さん、ユニフォームナンバー27、比叡山高等学校の攻撃は8番キャッチャー鈴木さん、Yeah!
千葉県名山高等学校の選手の交代をお知らせします。9番ロッテ勝野さんに代わりまして代打田村美優さん、ユニフォームナンバー27。比叡山高等学校の得点はありません。滋賀県比叡山高等学校の選手の変更。比叡山高等学校の選手の変更をお知らせします。代打田村さんに代わりましてレフト立野さんが再出場します。6番ライト日向坂さん。
愛知県東海学園高校の選手の交代をお知らせします。8番キャッチャー松並さんに代わりまして北井真月さん、ユニフォームナンバー37が入ります。出場しました北井瑞希さん、ユニフォームナンバー37がそのままキャッチャーに入ります。ピッチャー黒間さんに代わりまして星香キララさん、ユニフォームナンバー39が入ります。7回の裏、滋賀県比叡山高等学校の攻撃は2番ライト原田さんに代わりまして代打石田沙也加さん、ユニフォームナンバー3。
3番ファースト田中さん、ありがとうさん、滋賀県比叡山高等学校の選手の交代をお知らせします。5番 DP 堀江さんに代わりまして代打中川幸乃さん、ユニフォームナンバー18、お注意ください。7回の裏、滋賀県比叡山高等学校の得点はありません。ご覧のように、ただいまの試合は6対0で、愛知県東海学園高校が勝ちました。